でさっき言ったようにじゃあ中段の突きで、はい、打ちますよね。相手が入ってきた中段突き打ちます。はい、中段突き打ちます。で2回もするとですね、相手はもうあ中段突きだなってもう頭の中と心の中は分かっちゃうわけですよ。で体もそう反応します。そしたら中段突きです打ってみてください。中段突きです。次で中段突きの振りして上段蹴りかなんかで何でもいい、他のやつ打ってみてください。はい、ってやると技が決まります。相手は中段突き用の体になってますから、他の技をやるともうその他の技に反応するのはちょっとだけ遅れます。だまずは振りが大事です。振り、ね、じゃあ今度は中段突き打つ振りして、打つ振りして軽く刻み杖ポンと柔らかくですよ、柔らかく。早く打たなくていいからね、ゆっくりでいいからやってみてください。これでポンって、はい、ポン、そうそう、こんな感じですね。はい、どうぞ、ドン、そう、こんな感じ。こういうふうにするとですね、どんなにスピードが遅くてもですね、意外とびっくりします。意外とびっくりしてなかなか判断できなくなりますね。蹴りが上手な人いいね、いるね。じゃあその人たちが試合でポイントが決まりやすい人、何いる何いる、そうそうそう、いいねいいね。この人たちを増やす方法があります。簡単ですね。蹴りを上手になる方法は簡単で、蹴りの振りだったり蹴り以外の技の振りが上手になるとできます。実は蹴りってみんな見えてるんだよね。相手が蹴ってくるの見えるでしょ。だから例えばじゃあ中段蹴り打ってみて、ミドルで回し蹴り打ってみてか、そうそう、ポーンって、はい、もうちょっと早めに打ってみてもらっていい、そうそう、で相手は意外と見えてます。じゃあ今度は中段蹴り打つ振りして通り抜けて足を引っ掛けてみてください。ポンとってやると技がかかりやすくなるっていう、フェイントみんな知ってるよね。こういう蹴りの次何やるとかってフェイントがある。実は蹴りっていうのはそのままだけだったらどんなに速くたって決まりません。その前に何の技をやるかが重要になります。じゃあ今度はちょっとじゃあ前足を足払いするふりして、まあ、ちょっと足払いやってみて、あどうかこのポンとポンと、はいポン、はい、もう一回やってみて、トーンと。じゃあ今度はその足払いのふりして軽く入りながら右のミドル、左のミドルから打ってみてポンって、意外とこういうのも決まります。実は技っていうのはですね、その前に何やるかが重要、つまり作りですね。この攻撃に何やりますって、その分かるようなことをやったってしょうがないんですよ。その前に何かごまかすことをやって初めて決まります。じゃあ今度はさっきの刻み突きをやりますけど、ちょっと構えてください。はい、刻み突きをポッと打ってみてください。どんどん、そう。で相手はもう刻み突きだから分かってんだよね。分かってるんだけど、じゃあ今度は刻みを打つ振りして右を打ってみましょう。軽くちょんとね、相手の顔にスッと出すぐらいにして、そうすると決まりやすくなります。最初とじゃあ違えて普通にただ右の逆上をやってみてください。これは相手は来るなって分かります。ところがほんのちょっとだけ別のものが入っちゃうと脳が混乱します。はい、やってみてください。そうすると早く見えるのと、もう一つこっちも速く見えるの分かる？似ててやってごらん。じゃあこっち刻みだけど、あ普通の 逆上だけね。多分本人は違いを無理して出してるか分かんないけど、別にお小遣いをあげてるわけじゃありません。違ってきます。さっきのね、突きが速くなる要素に、体が変わるとか姿勢がいろいろ変わるとかってあったんだけど、もう一つの要素があります。もう一つの要素はできるだけ体を軽くして動くってことです。例えば今みんな彼はこの身長があって、体重が180キロぐらいなんですね。80何キロかぐらいなんですけど、その重い体を速く運ぶために体がまとまってた状態から遠くにドーンと動くととっても遅くなります。ちょっとやってみましょうか。構えて前に飛び出すように全身で入ってみてください。普通、いつも通りの、昔のやり方か、昔のやり方やっといてみて、そうそうそう、体がまとまって動くと人っていうのはすごく遅くなっちゃいます。ところが今度はまず最初にお尻を向けて少し腰を落として、で軽く足を上げて下ろした後に刻みポンっていってみてください。となると速くなりますよね。彼の筋肉がいきなり成長したわけじゃありません。重心を少しずつ、体の重さ、人間の体って重いんですよ。例えば腕一本にしたって5キロぐらいあるんですね。僕の足なんか多分20キロぐらい、30キロぐらいだと思うんですけど、
重いんですよ体って。その重いものを前に運ぶときに全部一緒に持っていこうとすると重くてね遅くなっちゃいます。で人も見ててあこいつ遅いなって思っちゃうんですね。ところが少しずつ体を運ぶ、例えば今構えてみてください。じゃあこの時に普通にじゃあ逆上入ってみてください。踏み込んで、はいはい、この感じ。もう一丁もう一丁早く頑張ってみて OK。 じゃあ今度は軽く突きを出す振りした状態から逆上やってみて。お早くなったの分かるかな、見えてて。僕は見てて早くなった時はもう一丁やってもらうかな。ほら早くなってるでしょ、見てて分かりやすいね。これもさっき言ったように構えて、ちょっと構えてみて。構えた時に今体の一部のこの腕の重さが邪魔なんだよね。まあ邪魔っていうかこれだけ全部揃っちゃったらすごく重くなっちゃうんだけど、少しお尻を向けて、そうそうそう、少しだけ向けてこの手を運ぼうとすると足が出てる、手が出てるのでこの残りの重さだけを運べばいいのね。このだからすごく楽になります。じゃあもう一丁こんな感じで、じゃあ踏み込みやってみてください。軽く出すつもりでから、はい、そうそうそう、はい、もう一丁。そうすることで体を運ぶ速度が変わってきます。簡単に言うと体を軽くするってことですね。